だってもうそもそもさ、自分が主張できてないっていう風にさ嘆いてるやつがさ、どっちが理路整然としてるかっていう風にさ、アンケートみたいなのを取るっていうのがおかしいんだって、そもそも、うん、まず多分そのバカなんだって。多分だけど、うん、リスナーさんの認識で僕が言ってる方が正しいってなってますよじゃあこれね、視聴者じゃなくてお前の信者だから、うん、僕普段アクティブ、まあいいんだよ、俺勝ち負けだからどっちでもいいんだけど。あ、そうだ。いや、アクティブ何も知らねえよそんなの、はいはいはい、うるせえお前、絞りたてのコンドームみたいな顔して、うん、何言ってんねん。絞りたてのコンドームって何すか。コンドーム絞るんすか。そこ拾うなよ。え、そこ拾うなよお前、そこ拾うべきとこじゃないってお前。絞りたてのコンドームが僕分かんないですけど、何すか絞りたてのコンドーム。絞りたてのコンドーム、 OK、 絞りたてのコンドームとは、うん、一体何かっていうふうに言うと、デリヘル嬢などを呼ぶとですね、こう、コンドームをつけるじゃないですか。コンドームをつけて、ね、こう。僕、デリヘル一回も呼んだことないんで分かんないですね。僕、デリヘル呼んだこと一回もないんで。頭が悪いのかな。だから、デリヘルを呼んだことないから。だから声に足を上げるでしょ、ね、あなた足を上げるから揚げ足を取られるっていうことなのよ。じゃあリンゴを食べたことない人にリンゴって美味しいでしょって言っても意味わかんないじゃん。だからその説明をしていますっていうふうに言ってんじゃん。だから足を上げんだいちいちバカ。リンゴを食べた人のことをない人にリンゴの説明しても意味ないよって言ってんのそれは食べ物であっての場合でしょ。俺が言ってるのは状況ね、わかる。だからデリヘル呼んだことないんだからわかんないよ。あなたが言ってるのは、違う、あなたが言ってるのは食べた、要は体内に入れての味のことね。要は味で自分で感じることね、うん、俺は状況説明をしてるから、それは全く比較対象にはならないんだけど、何言ってんのこのアホバカお前次揚げ足取られまくりやん。いやでも普通だと思うけど、デリヘル呼んだことない人に対してデリヘルってね、はい、デリヘルでコンドームがとか言われて、コンドームの話終わりー、コンドームの話終わりー、揚げ足取られるまたああ、ほんで、いや、続けてください。じゃあちょっと余裕すぎるんだけど、あ、どうぞ。どうする、ここまでボコられちゃってどうする。まあアンケート結果っていうのは信憑性がないからさ、そもそも、はあ、俺喧嘩としてやってんだけど、はあ、信憑性がないから、はあ、まあアンケート取ってみよっか。じゃあ結果、はい、まあ別に俺特にお前と話したいことはないし、了解です。引き出し少ないし、うん、はいよう。結果出ました。はい、参りました。はい、ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。最後にしようかな。次、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。